僕ドイツで裸足の森っていうのを見てきて、これはいいなと思って、裸足をきっかけに森と近づけるようなそういう仕掛けを作りたいなと思ってます。まあ、そういう裸足の森を市民とか企業とか一緒になって作りたいなと。ふわふわ気悪いね。ありがとうございます。景観とか含めて、せっかく山なのになんかここの周りだけ砂利でつながっていかないよねみたいないう話もあった中で、本当にいろんな人、子どもたちだけじゃなくて大人も含めていろんな世代の人たちが多様にこう重なって過ごせる場所みたいなのをなんかできないかなっていうところでたどり着いたのが芝生っていうのがきっかけであります。ここでみんなが森に一歩近づける、靴を脱いで自然に近づく第一歩目の場所、土と一緒に足も生きてるんだなっていう感じがすごい感じます。実際見て裸足に皆さんとなって抵抗感なくて、それこそ苔がある場所、落ち葉がいっぱいある場所、土も全然違うので感触も柔らかくなっていって、もう中に入っていくとだんだん慣れてきて、帰りにはもう結構歩く速度も速くなっていって、こんなにも変えてくれる、自分のマインドを変えてくれるんだっていう思いが今いっぱいあります。その裸足の広場もそうで、やっぱりなりたくないっていう人もいると思うんですよね。ちょっと山までには行けないとかですね、けどここで実際に裸足になってちょっと体験してもらうことで五感を使って、あ、私は大地とつながってるんだじゃないですけども、そういう気づきでもいいと思うので、いろんな人たちが関われるあり方ってことも一つここを作った意義でもあるのかなと思ってます。コロナもきっかけにこう生活様式も変わってる中で、一人だけがとか誰かだけじゃなくて、いろんな人が本当にここに関わって、でみんなでこう支え合って社会って成り立っているんだよっていう、市民も企業も本当に地域みんなでこう関わっているっていう場所になっていければいいなっていうふうに感じていて、次世代にこうの残していくっていう、それを循環させていきたいなっていう思いがあります、はい。